今回は四つん這いの足回しの動きを紹介していきます。寒さや冬独特な歩き方の影響で股関節がガチガチになりがちです。今回は四つん這いのポーズから足を回して運動不足を解消していきましょう。それでは四つん這いの足回し紹介していきます。四つん這いになったら足の甲は寝かせても立ててもどちらでも結構です。足の指を立てた方が安定しやすいです。足の幅は腰幅ぐらいに広げていきましょう。そこから右の膝を胸元に引き寄せます。外側にぐるっと膝を回してもう一度胸元の方へ、このまま5回ぐらい回していきましょう。5回ぐらい回したら同じ足で今度は反対回しをしていきます。こちらも5回ぐらい行っていきましょう。股関節しっかりと使っていきます。終わったら反対側も同様に行っていきましょう。ヒップアップにも効果のある動きになっていきます。終わったら正座をして使ったお尻の筋肉を叩いてほぐしてあげましょう。